沈み込み体とは地球上の二つのプレートが出会って下にある方のプレートが滑ってマントルに一年で数センチメートル沈み込む場所のことであるこの沈み込みによって海溝やトラフが作られる海洋プレートの沈み込みによって海溝が作られる沈み込み体ではプレートが沈み込んでいくことで最終的に消失してマントルとなるためマントルの上昇からマグマが 生成紛出され新しいプレートが作られる。海嶺とは大極の働きをしている。大抵の場合は、より密度の高い海洋プレートが大陸プレートの下に滑り込み、周辺では多くの火山があり、また地震を頻発させる増山帯をしばしば形成する。沈み込み帯は、海底のリソスフェアが別のプレートに収束し、その下の深さ約 100km に沈み込む。 戦場に存在する。そのような深さでは、スラブの観覧岩はエクロジャイトに変化し、海底のリソスフェアの密度が増加し、マントルに沈み込む。沈み込み体では、リソスフェア、堆積物、岩石に閉じ込められた水などがマントルにリサイクルされる。また、地球以外の惑星では沈み込み体は確認されていない。もし沈み込み体がなければ、 プレートテクトニクスは存在せず、地球はかなり違ったものになっていたかもしれない。沈み込みが発生する原因は、リソスフェアとその下にあるアセノスフェアの密度の違いで、それは、地殻の構成で決まる。密度の大きさは、通常、大陸近く、海洋近く、アセノスフェアの順に小さくなる。しかし例外的に、リップと呼ばれる、玄武岩が大量に存在すれば、 海洋近くを極端に軽くして沈み込まない海底のリソスフェアの地域を形成することがある。そのような地域ではプレート同士が衝突して作り山活動を引き起こす。T レイ及び金森はプレート境界の沈み込み帯を断層面のアスペリティが占める割合に基づいて以下の4種に分類した。カスケード沈み込み帯カスケード沈み込み帯地震空白区域 MQ クラスの巨大地震はカテゴリー1の沈み込み体において発生するとされ、南チリでは1960年にチリ地震が発生し、日本においては従来南海トラフはカテゴリー2、日本海溝はカテゴリー3に属するとされてきたが、その日本海溝では2011年に MQ の東北地方太平洋沖地震が発生した。これらの分類は プレートの沈み込み角度が関連し、若く薄く弾力性があるプレートは低角で沈み込み、プレート間に高圧がかかり、摩擦が高く固着が強くなる。一方で古く厚く脆いプレートは広角で沈み込み固着が弱いとされる。固着の強い沈み込み帯は、プレート移動のエネルギーの多くが巨大地震により、プレート間に歪みが放出され地震カップリング率が高く、固着の 弱い沈み込み帯は非地震性の滑りが多く、地震による歪みの解放の割合が小さく地震カップリング率が低い。電子基準点や GPS の解析により、日本付近のプレート境界におけるプレート間の固着による滑り遅れ速度が推定されており、微別の蓄積の度合いや地震カップリング率が見積もられている。日本付近で最も低角で沈み込むのは南海トラフで、 広角で沈み込むのは伊豆・小笠原海溝であり、このことが日本周辺における地震の起こり方を支配している。南海トラフではおよそ100から150年ごとに巨大地震を発生し、時には1707年の宝永地震のような南海トラフ全般に断層破壊が及んでいるが、伊豆・小笠原海溝では小さな地震は頻発しているものの巨大地震が確認されていない。 1700年にカスケード地震を引き起こしたカスケード沈み込み帯は普段は地震の回数が少なく歴史記録上は静音を保っているが若いファンデフカプレートが低角で沈み込み固着が強く地質調査から巨大地震が数百年ごとに発生していると推定され将来 M 級クラスの地震の発生が予測されるありがとうございます